はい、1曲目ね、ビッグダモンさんのですね、ビン・ザ・ビン聴いていただいたわけでございますですね、なんと今日のゲストはビッグダモン、ビッグダモン、ビッグなひねの重弘さんです。いや、リスナーの皆さんこんばんは。わさびのひねの重弘です。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ということでですね、わさびのね、ひねのさんお越しいただいたわけでございますですね、もうわさびさんがお越しになるということでですね、もう本当このスタジオ入れるかなとそんなね、感じもしたんですけど、なんと今日はボス一人でボス、はい、ね、ボス一人で、もうジョージアじゃなくてボス一人でね、はい、うん、なんですかこれ、なんでこの拍手は何ですか。はい、ということで、あのわさびさんといえばね、はい、もうあのわさびを結成されてですね、どれくらい、13年目ですね。13年目になりますか。2006年結成なんで。2006年、はい、今2019年で。ああ、2006年といえばね、ちょうどこの ね、ミュージックボックスがスタートし た、はいはい、そうなんですね、正直ですね。なんと、はい、ミュージックボックスと同じスタートなんですね。そうなんですよ、はい、歴史を感じます。感じますね。感じますね。本当に、まあ僕も本当に、ね、あの頃君が分かったですね。そんな曲知ってるの。知ってますよ。いい曲です。いい曲。今日たまたま YouTube で聞いてて、いい曲やな、うん、あの頃君は若かったやつ。そうスパイダースパイダース釜谷津宏さんどうだよ。よかった、なんか宏さんとね、私ね、なんか年が近いような気がしてですね。近いです。本当にわさびさんといえば、はい、去年あたりっていうか、まあ、今年もですね、ジャズフェスにこう、はい、出演されてて、そうですね、4人のグループだよね、はい、まあ、4人ですね現在、はい、4人ね、現在4人です、うん、はい、もう始められたのはね、はい、ひねのさんと福永さん君と、はい、ね、2人で、そうです、2人でですね、ある芝生公園でね、そうです、安土のね、そうなんですよ、たまご的広場でね、そう、一生懸命ね、こうギターこうやられてね、うまい人だなと思ってね、本当ね、もうちょっとどうしようかな、違うよっていいものか、いやいや2人気分よく歌われてるし、いやいやいや、なんと2人ともマーチンのギター持ってるし、そうでしたね、マーチンね、はい、ギターはマーチン持ってましたね、持ってましたね、はい、本当にちょっとカホンがあってね、あ、カホンもありました、うん、はい、そうですよ、その時に徳さんとお出会いしたんですね、初めて、ね、初めましてっていう感じで、ね、はい、それはそうとさ、はい、あのひねのさんと福南さん、はい、誕生日同じだったね、確かね、そうですね、1960年の2月28日なんですよ、うん、よかったね、29日でなくてね、はい、あのそれが実はね、うん、福永君が、うん、言うてもいいと思うんですけど、うん、2月29日生まれでうるう年やって、あらあらら、まだ15歳、そうなんですよ、15なんです彼は実は高校生だそうですよ、若いね、若いですやっぱり彼は、あ、はい、そうかそうか、精神年齢も若いです、うん、言うと怒られますもん、ちょっと言っていいことと いいことがあるんだよ、もう長い、用意が35年のお付き合いなので大丈夫です、ね、本当、はい、僕も大好きです、ね、そんなね、はい、ひねのさんと、はい、ね、福永さん始められたわけでございますですね、はい、この辺でですね、今日はね、はい、ぜひね、皆さんにですね、今日ね、 YouTube ご覧いただいてる方もたくさんいらっしゃいますしですね、はい、メールをねいただけたらありがたいということで、はいはい、メールアドレスをですね、改めて申し上げておこうかなということでございます。メールアドレスは 99@siga.tv、 数字の 99@siga.tv、 あなたからのメールをお待ちしておりますということで、はい、早速ですね、はい、こんな、この音源はあのグループでやってるの？この音源はあの福永君と2人で、うん、あの結成して3年ぐらい経った時の、はいはいはい、あの救急ライブの音源を1曲目に、はい、あ、なんかあの、はい、初心に帰ったみたいな感じで、うん、ちょっといいですね、もういつも初心に帰らなくちゃね、はい、じゃあ早速曲紹介お願いします。わさびでありがとう。1, 2, 3.
ライブで歌っています、仲間と歌っています、家族連れのお客さん、老夫婦のお客さん、技術も何もないけれど心を込めて歌います、いろんな人の出会いに、ああありがとう、ライブで歌い終わったら、家族のお母さん、今の歌よかったよと笑顔にくれた言葉、うまい歌ではないけれど涙が出るほど嬉しかった、いろんな人の支えに、ああありがとということでございましてですね、本当たくさんの方にね、はい、支えていただいてありがとうですね、はい、そうですね、やっぱりこう歌ってる以上 ね、はい、こうたくさんの方に聞いていただきたいしね、はい、いろんな人と出会い、うん、その謙虚なやっぱり気持ちがですね、はい、いややっぱりミュージシャンにはね、はい、なきゃいけないね、まあ、感謝の気持ちは、はい、そうです、その通りやっていきたいと思います、うん、これからも、はい、早速、はい、メールを頂戴しておりますので、ありがとうございます、紹介させていただきます先ほどちらっとですね、はい、29日までのお話したところでですねわさびの福南さんから、ありがとうございます、相方からですね、福南さんありがとうございます、メッセージいただきました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、徳さん天の声さん、いつも楽しく聞かせてもらっております、ありがとうございます、いつも水曜19時をですね楽しみにしております、嬉しいね、そして、わさびひねのさん出演おめでとうございます、いやありがとうございます、これからもよろしくお願いします、ありがとうございます、今日はですねひねのさんの生演奏も楽しみです、応援してますありがとうございます、もうね福永さんもう任せて安心でございますよありがとうございます、もう緊張のね一かけらもございませんめっちゃ緊張してます、ね、はい手震えてますよ、うん、そして前々回ひねのさんが出演された時、安土の某場所で徳さんとのエピソードで私は大爆笑しました、今でも覚えておりますそうなんだよね、本当私のねお気に入りスポットなんですよね、うん、前のねちょっとこう
会社としてやってた頃ですね、よくですね、お気に入りスポットでね、はいはい、お昼食べた後ですね、はいはい、ギター持ち込んで、はい、歌練もしておりました。はい、今回もお二人の爆笑トーク楽しみし爆笑トーク楽しみ、すでに29日は爆笑トークになりますね。本当にもうね、いやいや、うん、ちゃんと書いておられました。ありがとうございます。すごく真面目な方、はい、もう日向さんももうわさびといえば真面目ね、いやいや、音楽番組なので音楽を楽しみにしています、これからも楽しい音楽番組を続けてくださいませ。ということで福永さん、ありがとうございます。ありがとうございます。もう一つ紹介しようかな。はい、ありがとうございます。ヤドヤンさんからいただいてますね。はい、ありがとう。今週土曜日は京都市営地下鉄パフォーマンスでご一緒できるので、楽しみにしています。日野さんも私と同じでギター一本では満足せず、トライアスロンのように、3種類は手元に楽器がないと気になることでしょう。当たりです。楽器にまつわる話も聞かせてくださいね。ありがとうございます。もうヤドヤンさん、そうなんですよ。もう本当ですね、今日このスタジオにね、本当何台ね、持ってこられるかなと思ったんですけど、今日はですね、ギターとね、ウクレレの親方みたいなんでね、ウクレレですね、ね、はい、お持ちいただいております。後ほどですね、生演奏をしていただきますんでね、はい、楽しみにお待ちいただきたいと思います。ヤドヤンさん、ありがとうございます。土曜日はありがとうございます。糸吉さんからいただいてます。はい、はい、ひねのさん、ミュージックボックスご出演おめでとうございます。ありがとうございます。前回はわさびのメンバーとして、今回はソロでのご出演、緊張してませんか？めっちゃ緊張してます。大丈夫ですよ。本当、あの田舎のですね、あのじいさん家へね、こう遊びに来たというそんな感じでね、リラックスされてますよ。何曲か持ち歌を歌われるそうで、ご自身の魅力をアピールして頑張ってください。これからも応援しています。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね、本当にね。もう一つね、紹介しましょう。はい、ラジオネーム、はい、あゆみさん。あゆみさん、はい、こんばんは。あゆみと申します。はい、6月12日にラジオ出演されるわさびのひねの重弘さんへの応援メッセージを送ります。はい、ラジオ出演おめでとうございます。ギターや三振をお弾かれているひねのさんのお姿はこの上なく素敵で輝いております。いいね。気恥ずかしいです。本当、考えてる考えてる、うん、ご厚がさしてる。生放送がうまくいくように心から応援しております。ありがとうございます。ね、ひねのさんの今後のご活躍を楽しみにしてます。これからも応援しております。ね、あゆみさん、ありがとうございます。わかりました、ありがとうございます。はい、またまたいただいてますね。はい、お、この方のお名前は岡里奈子さん。多分これね、はい、本名じゃないと思うんだよな。あ、うん、多分そのね、岡里奈子。ああ、そうですね、そこで言った方がいいですね。ね、はい、うん、頑張ってください。ありがとうございます。この一言が嬉しいですね。ありがとうございます。おかりなこさん、ね、ありがとうございます。音楽に精通されてる方じゃないかななんてね、僕思うんですけども、オカリナの達人であったりとかですね、結構こう鍵盤なんかの、あ、そうですね、うん、先生っぽい感じもするんだけどな。すごいです。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。もう一つ。ありがとうございます。この方は。めっちゃ嬉しいですね。いっぱい来ますね。あ、わさび花粉担当林田さんですね。ありがとう、はい、林田君。日野さん、徳さん、こんばんは。いつもお世話になっております。しばらくはライブの予定はないのですが、楽器をジョッキに持ち帰ってまた4人で飲みに行きましょう。楽器をジョッキね、最高ですね。おやるな。まあ、林田さんのね、こう、うん、なんかこう、あのね、はい、フェイスブックこう、はい、ね、ちらっと見させてもらうと、はい、結構海が好きな方だよね。そうそう、海が好き、バーベキューが好き、そうそう、夏男ですね。ラーメンも好き、ラーメン大好き、ビールも好き、そう、ビール大好きです。宴会好き、大好きです、ね。はい、わさび全員大好きですけど、もちろんライブも花粉にいいカビが生える前にぜひやりましょう。では今からお先にお酒飲みます。飲むんかい。
ええな。はい、ええ、はい、ありがとうございます。これからもよろしく、ありがとう。はい、ありがとうございます。ちょっと待って、はい、はい、以上ですね。はい、はい、皆さんね、たくさんの方ですね、はい、本当に、うん、メールをね、応援メールありがとうございました。うん、そんなことでね、やっぱりこう、姫野さんといえば、はい、もう最初はギター、見るギター、全部こう、とにかく、試し弾きではね、はい、あのこうダメなわけ で全部一度は手に してみないと、そうなんです、もう持たないと気がする、ひねの毛に置いておかないといけないということで、ギター何本ぐらい、はい、今までですか、うん、今まで今まで15本ぐらい入ってると思います、ね、15本ですよね、はい、みんなそれぞれいい音してたもんね。あ、そうですね、うん、まあ、現在あるのは3本家に、アコースティックは、はい、はいはいはい、エレキが3本あります。エレキもあるんだよね。でまたベースがあったりとか、ベースもあります、はい。でほら、あの得意な、あのほら、はい、誕生日の時ハッピーバースデー吹いてたあのトランペット、はい、もうあります。もう音のするもの何でも好きと、はい、いうことでございます。今日はバウリーもあるの？バウリーもあります。2個とかも？2個はないですね。あ、はい、あ、そうなんだ、すごいね、本当に。もう子供の頃からね、楽器が好きだったんだね。そうですね、音のなるもの、うん、何でも大好きなんで、うん、いい子だったの？もちろん優等生、いや劣等生でしたね。それとも悪楽器だったの？普通の平凡な少年やったと思いますけどね。でも音楽は好きやったですもん。今なんか悪楽器って言いましたね。悪楽器の聞いてもらってました。すごい、もうちょっとでもですね、歌う前に緊張をほぐそうと、もう必死のパーティーでございますよ、私は。ね、ということで、はい、それはウクレレの何ウクレレ？テナーウクレレ。テナー、ちょっとなんかミニギターをもう一つちょっと小さくしたということで、やっぱり4弦だったらこうね、割と楽な、楽ですね。あのギターよりも押さえるポジションが少ないんで、なるほど C なんかだと一つだけで C になるんで、でもこの、ほらウクレレってのはすごく柔らかくて優しい、ね、音色ですよね。音色じゃないですか、はい、で夏に持ってこいの音色だと思います。これから夏に向けて、はい、ちょっとハワイアも思い出しますね。加山雄三とかね、君といつまでもとかやったら最高やと思いますけどね。僕はあんまり大したことないですけど。なんですか、何を謙虚に。じゃあ早速ですね、はい、テナーウクレレで、はい、ね、はい、テナーウクレレの似合う曲をですね、あ、はい、こうオリジナルで作った曲があるんで、はい、結婚記念日というか、うん、銀婚式です、はい、結婚25年目に作った曲ですけれども、ね、それはもうあの奥様、ね、はい、綺麗な奥様に捧げるね、はい、気持ちでテナーウクレレの、はい、こんな曲、はい、曲紹介をでは聞いてください。記念日。君と暮らして25年目の春、桜の花がとても綺麗だね、ドライブに行こうよ。でこぼこ道やぬかるんだ道でも二人寄り添い、いつも越えてきたよね。今夜は飲もうよ、思い出魚にずっと一緒に歩いて行こうよ。これからも二人で君と暮らして25年目の春、やっ
と二人の時間が作れるね。旅にでも出ようか。過去のレールは変えられないけれど、まだ見ぬレールは切り替えられるから。今夜は歌うよ、君だけに歌うよ。ずっと今まで支えてくれて心からありがとう。今夜は飲もうよ、思い出魚にずっと一緒に歩いて行こうよ。これからも二人で、これからもよろしく。ありがとうございました。記念日でした。いい ねもうこんな風にね、もう歌ってもらったらですね、あなたもう楽器もうじゃんじゃん買っていいよ。こんな感じになっちゃうね。そんな風にはなかなか現実的には難しいかないですね。ちょっといや、それラジオで暴露することじゃないですよ。公共の電波に載せちゃいけないですよ。いやいやすいません、ね、はい、本当に、ね、真面目な人間なんで、はい、もう本当にね、もう子供みたいようなですねパパでございますのでですね、どうぞ末永くですね、はい、応援してあげていただきたいなというふうに G は思います、はい、ありがとうございます。はい、ということでございましてですね、はい、もうこの辺でだ、はい、早速もう最近ライブ少ないんだって、はい、最近、あ、そうですね、去年はね、うん、3本しかライブ出られなくて、というのは3本、うん、はい、うん、僕ちょっと去年 の春ジャズフェス出たんですけど、はいはい、その後に肩を壊してしまいまして、あら、肩と腕と、でもう全然ギターを抱え込めなくて、あの全然弾けなかった状態が、どっちの方、こっちの右肩ですね、この前からこのヘッドというんですか、うんうんうん、全然抱えられなくなって、もう全然弾くことできなくなったんですよ。ほんで僕は多分ね、今までギターで遊びすぎてたから、神さんがね、そう、もうちょっとしばらく休めと、お前遊んでばっかりいるなみたいな、うん、お告げかなと思ったんですけど、あ、それあるかもしれないね。ちょっと、はい、家庭サービスしろみたいな、うん、そうですよ、そうですよ、それですか、やっぱりね、そう、うん、やっぱりたまにはね、アクセル踏みっぱなしじゃなくて、ね、はい、たまにはちょっとね、あのギアを落として、はい、そうですね、ね、というふうな僕は自分で感じてるんですけど、うん、もう全然できなかったんです。例えば何、50肩だとか、そんな感じの、そういう感じ、そう、腕が全く上がらなくなって、だってまだ50だった？いや、もう60肩です。59ですね今。もちぎる50ですね。ちょっとさ、誰かに恋をしたんじゃないの？いえ、とんでもないです。肩重いとか。ああ、なるほど。すごい。こんなんで拍手いただけるとね、いやいやいや、僕は嬉しくなりますよ。どんどんいっちゃいますよ。今度使います。使わせていただきます。はい、いや、もう使わないで、ちょっとしといて。はい、ということで、ライブはね、そんなね、ライブは少ないことをですね、はい、さっきのですね、林田さんもですね、はい、嘆いておられました。はい、今年はもう楽器を持たんと、ジョッキを持つぞって言うとられたんでございましてですね、ちょっとこの辺でですね、ライブ告知のコーナーをね、行っちゃおうかなと思うんだけど、はいはい、まあ、最近もちろん一人ジャズフェスでね、はい、もうがっつりとですね、4月の、はい、28日やってきました ね、はい、4人で、そうそうそう、徳さんも本当にお越しいただいて、いやいや、もうたくさんのお客さんでね、はい、もう嬉しかったですね、はい、本当にもう一発目だったんですね。ちゃんと僕目に入ってました、ね、僕徳さん全然申し訳ありません、知らなかったんです。そうでしょ、そうでしょ
そうでしょ、福田君に言われたんですよ。そうでしょ徳さん、そうだと思います、そうだと思います。はい、もう正直に言います、申し訳ありません。もう僕の影も頭も薄いですから。僕も引く方に必死になってて申し訳ありません、すみません、これほんまに謝ります。いやいや、そんなことないですよ。やっぱりそれだけね、このね、ステージにね、没頭されてる、いい言葉で言えば、余裕がなかったんです、余裕がなかったんです。いつも緊張しまくってるんで、人見てる余裕がないです。まあでもその割にはね、しっかりと、ね、演奏されてましたんでですね、すごくこう見る方もですね、はい、わ頑張ってってな、こういう風にね、はい、一生懸命だけ歌おうという気持ちだけは、はい、忘れずに、はい、そうなんです。そんなね、そんな一生懸命歌おうの近々なんかこう、はいはい、さっきも宿屋さん、イベントがね、はい、宿屋さんね、はい、さっきメッセージいただいたんですけど、はい、今週の、6月15日、土曜日、はい、京都の、地下鉄の、市役所前駅、京都市役所前駅の、はい、ところで、駅の中なんですけども、はいはい、サブウェイパフォーマーという、イベントがありまして、今回1月に宿屋さん実は誘っていただいたんですが、はいはい、これもなんかインフルエンザにかかってしまって、あら、ま、はい、うん、お断りしたという、こういう申し訳ないことをしたんですが、もう一回リベンジしたかったんで、宿屋さんにちょっとお願いして、6月にの15日の時間が、僕は、午前11時から一応2時間宿屋さんと解いてくれはるんですけど、はい、午前11時から僕は1時間12時まで、これもういろんな曲ジャンル問わずに、オリジナルからカバーから10曲ぐらい、はい、生歌なんですけど、もちろんお客さんは、こういう駅の待ってある人とかが聞いてくれはるんですけど、心を込めて歌ってこうと思いまして、京都のサブウェイパフォーマーもですね、はいはい、なかなかこう定着した感がありますよね。市が、はい、市が運営してるっていうか ね、はい、そうなんです、はい、やっぱり出演するには、まあ、はい、2月にやる選考があるよね。はい、そうです、ね、はい、それで結構お知り合いのね、そうなんです、結構出てありますね、ケールさんだとかね、野田清太さんもね、ん、はい、出演されてますしね、はい、僕も来年はちょっと2月にその審査を受けて、またサブウェイの免許というんですか、出場資格っていうか、そういうのを取りたいなっていう、いいことですよね、はい、いいことですよね。1年間ちょっといろんなね、最近ほら YouTube なんかチラチラ見てるとさ、はい、なんかこう大きな駅のところにピアノを置いてあったりとかしてさ、はいはいはい、ありますね、横浜とか、はいはい、フリーにさ、はいはい、ピアノ弾いたりとか、そういうと、なんかそういう音楽とのコラボなんかいいですね。やっぱりこう、どうしても駅なんかというと、はい、まあ、急ぎ足でね、通り過ぎる方いらっしゃるんですけどね、どっかから帰ってきてね、ふっと降りたところに音楽が聞こえてきたらさ、そうそうそう、やっぱりいいじゃない。そうそうそう、疲れが癒せるというかね、はい、心がね、ぜひですね、温かくなる、日野さんのですね、はい、歌声で頑張って、ね、はい、京都市アクション前駅のですね、11時からですね、パフォーマーでですね、頑張っていただきたいと、はい、ね、はい、頑張って、15日の土曜日、土曜日です、東西線11時です、はい、11時から1時間と、ね、やるやんさんが12時から1時間、なるほど、はい、ステージやる予定してますんで、はい、もしお時間で、お買い物とか来られる方がこの辺の方でおられましたら、ぜひ、はい、もちろん入場の無料でお金がいりませんし、はいはいはい、ストリートライブなんで、うん、気軽にお越しいただけたら嬉しいなと思います。あ、いいことだ、はい、いいことだ、すごくいいこと、心を込めて、うん、歌いたいと思います。よろしくお願いします。本当に、はい、もう来ていただいたら漏れなくありがとうを歌いますからね、はいはい、絶対歌います。はい、はい、その他今のところ予定としてはないんですか。ですね、8月なんですけど、うん、もう夏祭り全盛の時期に、はいはい、8月の3日と8月の10日の土曜日なんですけど、8月の3日は能登川の能登川地区で、納涼祭にお呼びここへかけていただいて、はいはい、3日は出演させていただきますし、はいはい、で10日は五ヶ潮地区で、はい、それもこう出てもらえますかっていうあれがあったんで、はい、よろしくお願いしますということで、3日と10日は納涼祭に出演させていただきます。はい、はい、今のところはそんな感じですね。はい、はい、ぜひね、はい、皆さんに元気を、はい、本物ですね、お届け、はい、ありがとうございます、いただきたいと、はい、いうことで、はい、今日ね、はい、生歌もう一曲、
はい、ね、ありがとうございます。歌っていただこうということでございまして、はい、おもむろにね、ちょっと大きなギターをですね、手に取っていただいてですね、もうチューニングがバッチリだということでございますね。でいつだったかな、僕数年前、もう3年ぐらい前なのかな、アイトマーガレットで、アイトマーガレットだったっけ、はい、そうです、急になんか徳さんね、そうです、マーガレットですね、ガホン叩いてよなんてね、はい、言われてですね、そうです、マーガレットもありましたし、このオッケー軽量里もありました、ね、あ、オッケー源氏ね、はい、オッケー源氏、いつも無理やりお願いして、だから一緒に練習するってことほとんどなかったしね。そうそうで今日もなんか2、3日前にいやラジオ出させていただくことになりましたパーカッションお願いします、パーカッションお願いしますなんて言われてね、僕 YouTube でチラッと見ながら練習しようかなと思ったら休養ができて出かけてね、だからスタジオでさっきね、はい、チラッと1回だけ ね合わせたんですけど、はい、多分僕ね、はい、間違えますから、いやいや徳さん完璧なの、僕は間違えますわ多分勘弁してよ、僕緊張しいなんですみません頑張っていくだけ、じゃあ早速ね、はい、最後の曲になりますね、はい、はい、曲紹介お願いします、はい、では聴いてください、笑っていきよう。忙しい一日、yeah, yeah. ビールを飲み干し静かに眠ろう、辛いことなど全て忘れて、yeah, yeah. 一度の人生楽しく行こうよ、yeah, yeah. 焦らず急がず笑っていきよう、 yeah, yeah. 辛いことなど全て忘れて、 yeah, yeah. 一度の人生楽しく行こうよ、 yeah, yeah. 焦らず急がず笑っていきよう、 yeah, yeah. 焦らず急がず、 yeah, 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 yeah. 笑っていきよう、
はい、スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業。戦後事務用品等の販売を経て、オフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど、環境活動を経て ISO14001 認証を取得。合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設。滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号。こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号は 0748-23-2233 0748-23-2233 です。以上、スポンサーからのお知らせでした。はい、滋賀のライブ情報でございますね。先ほどですね、ひねのさんから皆様にお知らせいたしました。6月15日ですね、京都市役所前駅で、サブウェイパフォーマ ー、こちら土曜日でございますね、ですね、11時から12時がひねのさん、12時から1時が宿屋さんと、はい、そしてですね、8月に入っていよいよ、ね、夏祭りの時期ということでございましてですね、8月3日は能登川の方、また10日は五箇所の方と、はいはい、こちらですね、またですね、日野さんのフェイスブックをですねチェックしていただいてですね、よかったらですね、お近くでしたらね、ぜひ遊びに行っていただきたいというふうに思います。そしてですね、私ちょっとね、お友達というかですね、お知り合いの方がですね、6月23日の日曜日ですね、こちら近江八幡のカフェローズさんで、ツーマンのライブをされます。ユン・ロックラメントさんとですね、松浜さんとですね、お二人のこのライブはございます。よかったらまたですね、チェック、カフェロズさんね、チェックしていただいてですね、お越しいただけたらというふうに思っております。はい、以上、滋賀のライブ情報のコーナーでございました。はい、またまたですね、メールをいただきました。ありがとうございます。モーニング姫さんからね、いただきました。はい、こんばんは、春のジャズ、ジャズフェス見に行きました。ありがとうございました。会場が一体になってて楽しかったです。ありがとうございます、ね。ウクレレはこれからの夏にぴったりな音色でしたね、はい、次のライブ楽しみにしております。ありがとうございます、モーニング姫さんからいただきました。ありがとうございました。嬉しいです、ありがとうございます。はい、ということでですね、はい、ここからですね、はい、この1曲のコーナーに行こうか。いいいい、そんな、せっかくですんで、はい、ビッグダモンさんにの曲をもう一曲おかけしましょうか。うん、ビッグダモン、はい、はい、なんかもう絶対このその人の名前僕忘れないんだもん。最高ですね。いいですね。なぜ日本でそんなにね有名になれなかったんでしょうね。うん、いや多分ですね、これこの方ね、やっぱり関西圏だったらね、ビッグダモーンとこのノリね、もう今僕今聞いたらね、絶対もう本当一押し二押しですね。そうですね、今の時代ならね、うん、食いつくかもしれませんね。あ、そうですね。そうだって彼がね、かつて1950年代だからね、まだ僕は生まれてないというか生まれて1歳ぐらいだよね。ね、まだね、あの真面目な頃だったかもしれません、ね。まあ、1歳や2歳で真面目はないでしょ。本当に可愛い子を捕まえて。誰が可愛いね。はい、乗りツッコミでございました。すみません、はい、
はい、ほんならちょっと聞いて、あの YouTube の方はすいませんが、ちょっとね、著作権の関係で音はミュートさせていただきますが、ね、はい、はい、では、聞いていただきましょう、ビッグダモーンさんでムーンリバあっという間にね、今7時55分32秒、ね、本当もあと3分ぐらいしかないんだけどもさ、今日は本当たくさんの方にですねメールをね、はいはい、いただきましてですね、嬉しかったです、漏れないかね一応チェックしてるところでございますがですね、はい、この楽器をジョッキに持ち帰ってなんてね本当なかなかねこうおしゃれた方いらっしゃいましてですね、頑張ってくださいこの一言のね岡里奈子さんですね、うん、さすがですねたくさんいただきましてたくさんいただきました、あゆみさん、あゆみさん、あゆみちゃん、ね、はい、あゆみちゃんってよくご存知なんですか。知ってますね。知ってます。さっき知らんぷりしてたじゃん。違いますよ。じゃ思い出したんですよ。あゆみちゃんって、ああ、細いあゆみちゃんや。三振を引かれて、お姿、この目なく素敵で輝いておりますわ。めっちゃ嬉しいですね。嬉しいね。本当ね。糸吉さん。あ、糸吉さんも、うん、ね。はい。うん。ええ方なんで。ね。うん、この京都で、見に来てくれると思いました。あ。ね、糸吉さんね京都お住まいなんで、あ、そうなんだ、はい、はい、今日はねすみません、時間の関係でね生歌はね2曲でございましたんですね、ね、今度は10曲ね、6月15日土曜日、はい、ね、市役所前ですね、10曲はね歌いますからね、時間あったら15曲でも行きますからね、はい、何しろ MC しない人ですからね、曲に何せ歌います、はい、ぜひぜひですね、ありがとうございます、楽しみですね、はい、それとね、29日生まれのね、はいはい、福永さんからもねいただきましたね、はい、ありがとうございました、はい、昔からのおされの相棒ですけど、楽しみのところです、ありがとうございます、それからですね天の声さんからいただいてメール読んだらいけないですね、はい、それから宿屋さんですね宿屋さん、はい、15日お世話になります、ね、ありがとうございます、本当にね、もういろんな人にね支えられて、ほんまにそうなんですよ、今の僕があるっていうか、そうこれはね、一曲目聞いていただいてありがとう、そう、ね、そういう気持ちはね、ずっと大切に、うん、はい、歌っていくこうと思って、そうですね、それが大事ですよね、はい、やっぱり心を込めてハートを込めてね、やっぱり感謝の気持ちとありがとうという気持ちでね、やっぱり歌っていただいてですね、はい、うん、聴いていただく皆さんにですね、はい、その真心をずっとね、はい、伝えていただきたい、はいはい、またわさびのね、メンバーの皆さんとね、はいはいはい、また一緒にねこう演奏もしていただきたい、はい、そしてまた救急ライブもね出演いただきたい、またよろしくお願いします、ね、天の声さん、徳さん、ありがとうございます、はい、今日はですね、はい、そんなわさびの姫のおさんにお越しいただきました、ありがとうございました、こちらこそありがとうございました、はい、来週のですねパーソナリティはですねえっちゃんこと松崎悦子さんと秀蔵さんですね、また私ミュージートクトはですね再来週お耳にかかりたいと思います、今日はどうもありがとうございました、ひなさんありがとうございました、ありがとうございました、さよなら、さよなら、ビッグダモーンですね、ビッグダモーンさよならダモーン